子どもを共に育む京都市民憲章は、子どもを健やかに育む社会を目指し、市民の皆様との共同により市民共通の行動規範として制定されました。また京都市では子どもを共に育む京都市民憲章を一層普及させ、行動の輪を広げることを目的として、同憲章の普及啓発や実践活動としてモデルになる活動やユニークな活動に取り組んでいる方を表彰しています。平成25年度は35件の応募に対して9団体を表彰しました。どうぞどうぞお入りなさい。こちらは今回表彰された団体の一つ、京都南この本大好きの会。児童館や図書館、保育所などで絵本で子育て心育て、子育てに絵本とわらべ歌をスローガンに、読み語りとわらべ歌を通して子どもが本と楽しく出会う機会づくりに取り組んでいます。また子育ての悩みを話せるおしゃべりタイムを設け、参加者同士をつなぎ、親子の絆づくりや仲間づくりを促進する、子育てに役立つ情報を提供するなど、お母さんお父さんを支援する活動を行っています。家では絵本とかもあんなに刺激受けすぎて、ね、やっぱりなんかそういうところできてるんで、同じようなメンバーで話聞いてたら楽しいですね。次3月でおっしゃってたんで、あの予定が合えばまた来させてもらおうかなと思います。語彙力も増えるでしょうし、そこから言葉が増えることによって発語だとか想像力が豊かになるだとか、いろんなこうおまけのものが育っていくんだと思うので、それを伝えたいなと思っています。出ていく場所があるんだけれども、お母さん同士がつながってるかって言ったらあんまりそうでもない場合も多いので、まあわらべ歌とか絵本のこの私がやってる活動の中で少しでもあのつながりを持ってもらって、子育て仲間が作れるようなきっかけ作りをこれからもしていきたいと思います。その他にもさまざまな団体が地域ぐるみで子育てを支援する取り組み、子どもたちに自然体験活動の機会を提供する取り組みなどを通じて憲章の実践を行い表彰されています。子どもを健やかで心豊かに育む社会を築くための大人の行動規範である子どもを共に育む京都市民憲章。子どもたちの今と未来のため、家庭、地域、学校、企業、行政など社会のあらゆる場で実践していきましょう。